食事のとこで差つけたでしょ、はい、これ絶対ダメだねいい選手になるためには、はい、やっぱいいトレーニング、うん、いい食事、はい、そしていい給与、ええ、この3つのバランスが重要で、食事に差をつけたらこれ怪我しちゃうし、確かにね、ここは差をつけない方がいいなと。栄養バランスどんどん偏ってきますもんね。ただモチベーションを持たせたいという意味でね、はい、差をつけたいと、はい、その成果報酬みたいのをしたいっていうのはすごくいいと思うし、ちょっと食事でやるのは僕は賛成できないな